えません、誓います。うわあ、なんだこの選択肢、ここへ来て。え、誓わないパターンあり？カモネギ餌食。主人公である彼がとうとう依頼をしてきた。それではよろしくお願いします。ヒアリングフェーズ。どうしようか。名前、呼び名はでもいいか。それは同郷ですか、は出身はでいけそうだから、じゃあ名前をどうしますか。何でしょうか。遠慮なくどうぞ。この依頼見送ろうと思います。やはりですか。あれ、ヒアリングフェーズもしかしてもう終わる？ごめんなさい、失礼します。まあ見てみたらヒアリングなんかね、当たり障りない普通のことばっかりだし、代行の役柄ですらこんなんだし、となるとあれは手配し直しですね。あれとは、あ、もしかしてここでカスタマーレビュー満点を取らないといけないのかな。これセーブがなくて、このところまでねやり直したんですけど、最初にプレイしたのと違う結果が出たところがあって、例えばやり直してヒアリングから、山本です、高校です、バレー部です、セッターです、連携してました、渓谷学園1年生の時にベスト4。それは次の質問の答えでしたよ。はい、早めに帰れて食べ歩き、へい、平凡な偏差値50の学校です、イエイ。山本さんでしたね。すー、これ完璧な実演をこなすと顔のこれが腫れるんだね。前回も向こうの親御さんの方がスーって取れたし、ガーダのやつちょっと闇なやつだけど、あんなのでも山本さんみたいないい友達がいて幸せだと思います。そうですかね。エジキ君、エジキ君、このカスタマーレビュー、君が代理をやった川田様のものですよ、きっと。ご覧なさい。うわぁ、見たくないなぁ。あ、星は足りなかったけどメッセージが違う。代理を引き受けてくれた K さんへ。出席者が K さんをとても好意的に見ていました。おかげで良い結婚式になりました。最初は傷つくことを言ってしまってごめんなさい。ありがとう。やったね。多分これでちゃんとクリアしていくとここは変わってくんだろうね。ただまだ2つ目がこなせてないからな。ほら、谷山でーす。 DSW でーす。継続機器でーす。設計でーす。あら？ヒアリングフェーズ適当なのでやったらメッセージがそもそも出ない。
あれ？でも、ベスト取る必要ないのかな？ダニエマさん、ありがとうね。トウカちゃんのためなら当然です。トウカに頼まれて友達役をやってくれて。あ、これ2回やることで、真の姿が出てくるのか。事情はわかってるわ。再婚で友達を呼びづらくて、そこであなたを頼んだのでしょ？あの子の交友関係は把握してますもの。あ、ぐるぐる目かわいい。あの、進路側にはどうか来ない道に。え、わかってます。でも、とても悲しいことでもあるわ。さっき話した昔のお友達、リエさん？あの子と特に仲が良くてね。遠慮するほど浅い付き合いじゃないのに、そのお友達も呼ばないなんて。深い仲であっても、誘いづらいとは思います。これで披露宴の予定は大体終わったわね。ビデオレター、まさきさんの友達から。再婚でも祝ってくれる本当の友達はいない。トーカ、トーカ、お、トーカー、あー、リエ、なんで？さて、なんででしょう。いるさ、ここに一人な、みたいなテンションで来るな。え、これ、ウェブツアー？とか、今日は来れなくてごめんね。寂しい結婚式にさせてしまったわ。あの、おせっかいでは？依頼人のお母様から伺ったところ、どうやらあのお友達は依頼人の再婚をご存知で、後日お祝いするつもりだったようです。私はそれを前倒しにしただけ。式場スタッフには無茶言いましたね。以前キツネさんが同じような対応をしたことがあったわ。結構ギャンブルじゃないか。だから守備よく掛け合えたの。この披露宴、終わり際に5分ほど時間を釣ることはできますか？あ、いやいや、難しいですね。たった5分でも。新郎新婦が計画したスケジュールが詰まってます。では今の寒暖の時間を5分縮めて前倒しにすることは？新郎の大事な友達から贈り物があるのです。主賓義務違反、は黙っておきますね。え、私たちは所詮三流サービス。そして依頼人の最高の友達。いえ、今回の最高の友達は私に遠慮はなしよ、どうか。結婚おめでとう。旦那が友達に親しまれてるところを見てたら、やっぱり耐えられなかった。早く終わってほしいと思ってた。いい結婚式にしてくれて、ありがとう。やったぜ。じゃあこれ、ひとしの方もまた変わってんのかな。正直、ちゃんとクリアしなくても、メッセージ変わったんだよな、さっきみたいに。今回はヒアリングも実演もパーフェクト。エジキ君、こんなことしなくていいんですよ。おや？私たちはもう立派な仕事仲間。職場ゲストとして正式に招待すればいい。確かに。ああ、ええ、嬉しいです。是が非でも招待します。かわいい。空気椅子なんて仕打ちだ。新郎エジキ、ここにいる新婦リカを健やかなるタキムやまんてきも。待ってよ。え、何？なんで、あの人たちがいるの？今まで依頼してくれた人たち？新婦側の友人席に。さすがに、手配し直した方が良かったと思います。普通の代行業者なら、ね。ですが、私は、最高の友達。なるほど、あれを経て友達になったっていうことで。エジキ君には、真実を伝える義務があります。たとえ婚姻関係に亀裂を入れても、ね、
何を考えてる、キツネツミ。ははその命ある限り、いつ苦しみ。リッカちゃん、君は。昔からの友達、たっくさん呼ぶの。友達が一人もいないなんて、人間性に何があるのかしら、などと。数年間、ずっと嘘をつき続けてきました。今更打ち明けると、嘘を続けてきた自分の人間性が疑われる。愛することを、もう適当に聞かとけや、こんちくしょう。誓えません、誓えます。うわー、なんだこの選択肢、ここへ来て。誓わないパターンあり？データが来ました。は？まさか。あ、びっくりした。まさか代行をそんなに許せなかったなんて。ということは今までの業務は、あなたの倫理観に反することを強いてしまったのですね。大変申し訳ありませんでした。あなたの最高の友達であるこの私が、あなたの意向を汲んでデータを消しました。あなたが代理に加担した真実は、事実はもう残っていない。これであなたの望み通りです。え？はぁ、あ、なんて罠だよ。わぁ、ちょっとめんどくさくなってきた。やるけど、最後の選択肢をミスったのは俺の責任だからやるけど。で、これ、決定キーが J キーと一緒だから、このヒアリングフェイスとかね、連打してると、うっかり間違えた選択肢をね、触ってしまう。そういう場合もあるので、結構罠なんだよな。メッセージスクロールはスペースとか別のでも、よかったんじゃないかな。パーフェクト取っちゃダメなんだな、これ。面白い人はリスクがあるっていうから、面白い人どうこうのは、入れずにやった方がいいんだな、これ。くそ、面白い人を頼んだのに。なるほど。こうやってキツネツミさんの方じゃなく主人公の方で、で実演は普通にパーフェクト取っちゃって問題なしと。まあ重要な選択肢のところで J 連打していても正しい方に行けるってのはまだ救いかな。これで J の方が誓えませんだったらかなりの罠になりそうだけど。素晴らしい。キツネツミさん、エイジキ君は神父を友人の有無で判断せず、神父そのものを見て判断した。神父に友達が誰もいなかったってことが、これぞ真の愛情です。素敵なんでしょうか。同じ穴の無地な同士、傷を舐め合っただけのようにも見えるが。なんてことをおっしゃるのですか、いつまりさん。あれこそ夫婦のあるべき姿で。お友人、退席願います。うるさすぎた。何をするのです。ディキ君、ご結婚おめでとうございます。はは。連れてかれた。面白かった。ただ複数回繰り返すにあたってもうちょいスキップできるとこあったら助かったな。あ、これでもしかして終わり？さらっとしてる。まあそれがまたいいところかもしれんけど、あれ？あれ？何回でもプレイできるよってこと？あとは複数回いろんなことを試して。エンディングはもうご覧になったでしょ。うわー、ゾワッときた今。なぜまた最後の依頼をするのです。まさか分岐を見たいとかいうふざけたやからですか。エジキ君の幸せを破壊しようだなんて。許しません。エジキ君の最高の友達であるこの私が絶対に守り通します。ははー。あれかな、選択肢が全部誓いますになってるとか。あ、そういうわけではなかった。逆にこの全部間違えたらどうなんだろうね。で、山登り、そこに山があろうがなかろうが、登ったり登らなかったり。
相手方の身内のみならず式場スタッフさえ失笑してました。穴があったら入りたい。失敗でストーリーすら進まないって感じなんだろうね。なるほど。いやこれもっと難しい、長くやれるなってもよかったと思うな。うん。で選択肢とかも毎回その、例えば今回は兄の名前ヒロシだけど、もう一回やったら違う名前になってるとか、難しくなるだろうけどもやりがいはありそうだね。ってな感じで友達代理人、最後までプレイさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。これ実況も代理頼めないかな。